激突、カイドグルフィー対ゴッドエネル。あなたたちのそのマントラっていう力は人物の特定までできるんですか？せいぜい逃げ惑え空の者たち、スカイピアの終焉だ。どうかなさいました？いや、何でも。何やってんだお前、俺の仲間によ。どのゴミのことかな。私は神だ。私は何もかもが無料。ゴム人間にエネルの攻撃は効かないんだ。この子もな。図に乗るな。しびれさせるだけが雷ではない。グローム、パドリング、貴様などと遊んでいる暇はない。ゴムのガタリン、ゴム。正解からひょっこり現れたわけもわからん。それを邪魔されてなるもの。未来の海賊王の仲間がよ。情けねえ面すんじゃねえ。船が止まってるよ。クラウドエンドまで皆さんの脱出を我らホワイトベレー隊が。もう時間がありません。私たちはみんな生きていかなくては。これからもこの箱舟の究極の機能への回路がすでに開き作動している。スカイピアの空が、あんな風になったのは初めてだ。戦士たちの身に何か起きたのでは。雷雲。やがて雲は、エネルギーを増幅させながら。おのれ、エネル。エネル。もうされやしねえんだけど。そこだ。ゴムゴムが着工。何やった。目でも壊そうというのか。私の天下なので。我は全能なる神である。空を飛ぶ船なんて聞いたこともない。元いい、何が起こったんだ。今回は貴様の前線をたたえ撃てやる。私にかなう者などこの世にいなくなる。無駄なことをする。バッタ、ミール。アイさん、なかなか厄介な代物だ。なんなら私はお宝さえ届けば OK よ。ああ、ナミさん、君と二人で禁断の実を食べ楽園をさまよ。なんだありゃ。ああ、ナミさん。ナミさんがあの船に乗っているあれが何だろうが、そんなことは関係ねえ。ナミさんは T シャツを脱いで腹から飛び出すロープ。ああ、ウソップ、ああ、あーか、これかしから。フェアリーバースへ登り行く黄金の箱舟マクシー。至らぬ者たちなど切り捨てろ。貴様とて先に望む未来もあろう。やりたいことも欲しいものもたくさんあるけど、あんたと一緒に行くくらいなら。なぜいないの？二人はどこ？まさか、あの船に？あ、今だ！来い！やだやだやだ！うるせえ！俺は正解の悪魔と化すぞ！
ルフィ、あんたの度胸を借りるわ。この船に乗っていたくないの運命は一つ。行け、あの世へ希望をかけてみるか。突破できるわけねえよ。その船、ゴッドや神官に出る。往生際の悪い甲板を目指す。ナミさんはそこにいる。何、バラバラに行くのか。いいかウソップ、俺はナミさんのためならお前が死んでも張り倒すぞてめえ。なんだこりゃ。ここに乗ってるってだけで足がすくちまうよ。気味悪い。見られねえコードじゃねえか。アイサー、アイサー、どんな落ち方したんだよ。気性をよく知らねばできることじゃない。ごめんなさい。ウソップ逃げて逃げて、怒鳴る男ウソップなんで。何よあんた、助けてよ。つけるんですってよね。よっしゃ、このおでかんを離れるな。なんとか俺がゴッドの気を引く。指の節のところを切った。古代炎が今よ、準備が。出ろ。踏みにじろきか。言い残したことが一つあった。その前に悪いな。書きやがれ。安心しろ、波は無事に島雲に落ちたぞ。幽霊世界人、貴様らごと何をしようとも身の終焉の形が変わるわけでは。そうね、乗って。みんなを探して島からすぐ脱出を。安全な場所なんてないのよ。ネズミは逃げて、ちょこまかと小賢しい。あ、アイザー、よく聞いて、あのままだとこの国は。ドミー、こいつらを頼む。よし。ドミー、アイザー、おっさん、さあ入れな、あの船。時は満ちた、始めようじゃないか、ママラガン。よかった、気がついた。時間がねえんだ、歩けるか。絶景、お前の思い通りになると思う。